空気の入れ替えはすごくやってます。クールアレクサンドルでーす。始まりました。また手洗いうがいしてますか？してます。いやもう私もめちゃくちゃしますもん。大事だね。やりすぎて手荒れちゃって、ハンドクリームめっちゃしますからね。めっちゃ塗ってる。やっぱ毎回洗うとさ、手いい匂いするよね。めっちゃする。すごいいい匂い。あんまり顔触れない方がいいんじゃない？そうですね、嗅がない方がいいですよね。とりあえず今ね、車出社してるからね。そうですね、手洗いと車で、誰にも合わない。そうですね。クールアレクサンドル、今回ははい、まあ人気のね、人気のクリエイターさんの商品、うさまる。おお、うさまるの商品もう多分10個以上作ってるんじゃないですか。いや、どんくらい作ってるんだろうね。水族館もやってる。水族館もやってるか。もっとやってるね。もっとやってますね。うん、もっとやってる。定番のやつで多分10商品ぐらいで、水族館も含めたら結構20近いのかな。もうね、なんでやるほどになったんですか。なんでだっけな。うさまるってあのラインスタンプでめちゃめちゃ有名なキャラクターじゃないですか、うん、それをやるってことは結構なんかこう、あの動物園ないし水族館で展開してる、うん、それがまずきっかけで。なるほどなるほど。で、一般の、まあ、スクイーズとか、はいはいはい、まあ、他の商品とかもいつで作らせてもらって、そんな中で今回はパート1パート2で5月発売にシリコンポーズ。シリコンポーズ、これ結構好評でね。いや、めちゃくちゃこれね、おもろいっすよ。おもろいっていうか、いいっすよね。いいよね。はい。で、これもカプセルパンパンに入ってるよね。パッパン。そう、でかい。でっかいんだよね。でっかい。でっかく作っちゃった。でっかい。今回ラインナップはラインスタンプうさまる10に入ってる。すごいな。そう、これはね、うさまる。かわいい。うん。あ、今まで、まあ、普通の目だったけど横になってるんだよね。で、結構いろいろ入るんだよね。こういった例えばリップクリームとか。ああ。これワイド、横の長さが大体8センチぐらいあるんで。はいはいはい。うん。で、カプセルのサイズって65センチでしょ。そうですね。だからもう結構パンパンに入ってるね。確かに。オーバーしてますね。オーバーしてます。まあいろいろね、まあ付箋とかも入るし、結構やっぱあれ女の子とかってこうやって小物系入れるのかな。小物系がいいっすね。まああとすっごいガチャガチャメーカーっぽいことで言うと、100円玉入れたいっすね。あ、100円玉ね。100円玉いいね。これはめちゃめちゃいいっすよ。うん。まあいろいろ入る感じのポーチですね。これかわいい。でもこの形がね、かわいいね。もう収まるですね。収まるっぽいね。うん。あとはこれ1月22日の佐久間さんのツイッターの投稿のやつで、はい、ひげのねうさまるがいたの。へえ、これかわいくない？かわいい。これ今なかったよね。へえ、いいな。ひげ、かわいい、かわいい。多分あんまこれ多分商品化してないんじゃないかな。ああ、なるほどなるほど。うん、と、へー、まあ、やっぱ手うさこ。うさこですね。うん。あ、これはむにゅっとしてるんですね。そう。あ、かわいい、まあ、かわいい。シリコンの感じでね、ほっぺたもプンってなって、はいはいはい。まあ、顔の表情とシリコンの素材がすごく合ってるようなうさこと、あとこれはね、うさまるの横のうさこちゃん。これもね、今まで目の表情がちょっと違うっていう。これとクマさんをもっと増やしてほしいっていう、結構ねツイッターでコメントいただいて、今回2商品。あ、もうじゃあ222ってことですね。うん、なるほどなるほど。とちょっとこれチャラいんだけど、おお、いいっすね。絵文字でちょっと派手なクマさんがいて、はいはいはい、サングラスかけてる。うわ、これかわいい。結構面白いですよね。めちゃくちゃかわいいこれ。そうそうそう。前回はクマさんが1しかなかったです。はいはいはい。だからまあクマをちょっと増やしてほしい。はい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 。で、なんか一部のお客さんでこれを裏にして神経衰弱やつだ。おもろ。そう、同じいっぱいなんかガチャガチャ回して同じものが出て、うさまるこれ今揃うやつないんだけど、だからクマさんもやりたいかなってことでクマさんのラインナップ増やしてほしいっていう。それめちゃくちゃマニアックだわ。やばくない？それで、あ、これ、あ、うさまるさんと同じ顔みたいな。すごい。やっぱすごい人気だもんね、うさまるね。ですよね。やっぱいろいろうさまるの話だってみんな知ってるもんね。レジェンドです。そうだね、多分殿堂入りしてるもんね。殿堂入りしてるもんね。うん、だ、結構ほんと可愛いんでこれは、うん、これ5月でまだ発売決まってないけどね。なるほどなるほど。発売するんで、パート3。これはうさまるファンの方はね、要チェックですね。ぜひぜひ。いいね。で、これからも結構うさまるの商品作ってるんで。なるほど。はい、今年は また違った、まあ、フィギュアもそうだし、うん、ちょっとプルバックするものだったりとか、おお、いろいろと今、元気発射してるんで、まあ、それもちょっと引き続き楽しみにしてもらえるといいかなと思うんで。すごい。喜び声。